どうも皆さんこんにちは。ウイスキー専門店の岡村天翔です。どうも。今日はですね、ここすごい空いてますよね。でこれなんかこうちょっと軽く見えてますけど、まあ、結構ね要望が多くてですね、まあ、僕のアウトベックコレクションをね見してほしいっていうねちょくちょくありまして、まあ全部ね、まあ、軽く紹介していこうかなと思います。今置いてあるだけで仕入れどれぐらい使ったのかなと思って、まあちょっと調べたんですけど、まあすごいね、昔の限定品とかがいっぱいあって、まあやっぱそういうのって仕入れ高いんですよね。そういうので80万円ぐらいありましたね。80万円分のアドベックがね今ここにあります。やばくないですか、80万円分のアドベックです。そんなに金使ってたんだ。まあ前回のねオークションの動画でね20万のアドベックをね落札したんですけど、まあそれが届いたら総額100万円分のアドベックになるんですね。そんなにアドベックに金使ってるところなんかそんなないでしょって思うんで、まあね見していきましょう。で、まあこの辺とかはざっくりいいかな。もうアドベック10とかね、はい、アドベックウガダル、まあこの辺とかはもういいでしょう。まあ暗号ね、まあコリーブレッカね、ウィーディースキー。まあ、ここまでは、現行のものです。まあ、この辺とかは、まあ、軽くていいですよね。じゃあ、ラッシュ入りますけどね。じゃあ、まずですね、こちら、アードベックの、まあ、これ前動画にも出しましたよね。オールドの10ですね。まあ、ビッグ10って言われます。この10の字が大きいので。まあ、これは2000年流通のものですね。20年ぐらい前の、アードベック10だと思っていただければ。じゃあこれいきますか。これ結構レアですよ。アードベックの、17年ですね。アードベック17年、こちらも2000年流通ですね。1997年に、グレンボーオレンジ社がアードベック蒸留所を買収して、でまあすぐにその時すぐにね発売されたボトルです。まあ買収してすぐに発売されたボトルですね。アードベックって81年3月からかな、から89年までは閉鎖していたので、まあ80年ぐらいのね、原種だと予想されています。だからまあ80年代原種のアードベック。まあ80年上位のものですね。と予想されています。まあ多分そうでしょう。だからかなりね、レアですよ。80アードベックは。まあ81年から89年まで閉鎖されてたので、まあ幻の80年代と言っても過言ではない。なぐらい結構ね、レアリティの高いアードベックになってますね。やっぱりアードベックも70年代のもの、80年代のもの、90年代のもの、2000年代のもの、全然味が違いますのでね。まあ、その中で唯一80年代、1年しかないです。そんな現象をね、楽しめる17年になってます。この辺はね、結構、マニアの方はマストドリンクなやつですね。次。あ、これは最近出たやつ、去年出たやつですね。アードベックのトリーバ、19年ですね。これファーストバッチなんですけど。まあ去年出たやつですね。今年セカンドバッチ出るんですかね？どうなんだろう。結局例のウイルスのせいで、いろいろ物流とかもおかしくなっちゃってるんで、どうなんですかね？まあちょっと聞いてみます。まあ出るってなったらね、それこそファーストバッチとね、セカンドバッチ見比べとかね、やっても楽しいかなと思うんで。というわけでまあ、トリーバ中継です。これはまあ、そんな大した。こちらはね、ファンがすごく多い。アードベックのガリレオですね。これはですね、アードベックがですね、NASA と協力して、アードベックのニューポットを宇宙で熟成してるっていう実験を昔やったんですよね。ね、まあ、それの記念のウイスキーになってます。それ、まあ、実際に宇宙で熟成させたウイスキーは入ってないんですけど、まあ、そんなの飲もうと思ってもね、絶対飲めないんで。NASA とか行っても多分飲めないんで。っていうぐらいのね、そういうやつがあるんですけど、まあ、その時の記念のウイスキーになります。マルサラダル。マルサラワインのタルで熟成させたアードベックの、と、バーボンダルでね、熟成させたアードベックのブレンドになってます。まあ、非常に美味しいですし、まあ、アードベギアの中でもね、今までで一番好きなアードベックは何ですかって言ってガリレオって答える人はね、結構、かなり多いんじゃないかなと思います。僕もすごく好きなウイスキーです、ガリレオ。結構皆さん思い入れのある
方も多いんじゃないでしょうか。ガリレオはこれも手に入れるの大変だったんですよ、この時代というか。もうね、リアルタイムじゃないので。なわけで、あ、エアドウェックの1990のアリーナムビーストですね。こちらは1990年蒸留の2006年ボトリングなので16年熟成のアードウェックになります。90年蒸留のアードウェックって、まあ、90年前半かな、1990年前半のアードウェックってものすごくマスカットのようなね、風味を持ってるんですよ。ほんと燻製したマスカットみたいな。そんな90年代アドベックの、90年代初頭のアドベックの、良さっていうのがものすごくわかりやすいボトルですね。まあ16年熟成というね、熟成感も非常にいいですし。まあ何より90年蒸留のアドベックはめちゃめちゃうまいです。本当に燻製マスカットみたいなね、味わいなんで。まあさっきのね、あの17年みたいな80のやつと一緒にね、まあ90年のアドベックの飲み比べみたいな、もしても面白いのかなと思います。まあ、非常に僕もね、大好きなボトルです。アリーナムビースト。まあ、これ、この前ね、買った、アードウィックのスーパーノバのファーストリリースですね。まあ、100ppm のアードウィックのファーストリリース。2009年ボトリングのことですね。で、次こちら。ちょっと特殊なので、こう僕の顔がすごいなんか変な目になってる。アードウィックのブラスダですね。まあこれはね、なんかこれだけちょっと特殊な瓶になってますけど、これはですね、まあ通常アドビックは、だいたい 50ppm のノンチリフィルターが 46% 加水が通常のアドビックなんですけど、こちらに関してはすごいライトリピーテッド 8ppm で冷却ろ過してかつ 40% 加水っていう、まあアドビックの個性、アドビックのキャラクター個性のところをあえて取り除いてみたらどうなるのかっていう実験的なアードビックの商品になってます。まあブラスダっていうのはゲール語で甘くて美味しいっていう意味らしいですね。本当にね、甘みの強いウイスキーなんですけど、あの 8ppm でもね結構スモーク感感じるんですよ。なんでなんかあんまりライトリピーテッドな感じちょっとしないですね。まあもちろん通常のアードビックに比べればかなり優しいんですけど、まあそのアードビックの本質、いわゆるアードベックの大麦の味わいとか、とかをすごい楽しめるようなウイスキーになってます。こちらもかなりね、マニア向けですね。じゃあ次。あ、これあれですね。今年出たあのブラックの、あのコミッティボトルですね。こちら。アードベックブラックコミッティボトル。まあコミッティと普通のは何が違うのかって、まあ普通のもあるんですけど、まあこれはあの普通のアードベックブラックですね。まあ、何が違うのかっていうと、こっちは加水タイプ。こっちはカスクストレングスのタイプですね。で、こっちに関しては、日本未発売になります。まあ、コミッティ限定。で、コミッティ限定って言っても、日本には配送してくれないので、まあ、日本では手に入れることができないんです。個人輸入とかしたりとかね。まあ、結構その海外とやり取りしないと手に入れられない。ちょっとね、大変なボトルになってます。ただ、やっぱコミッティの方がね、美味しいんですよね。やっぱ度数高ければ高いほど美味しいですからね。っていうので、まあ、コミッティのですね、それどんどん埋まってきちゃいました。アードビックステリアングエル、こちらこれもこの前買ったやつですね。あの70万のやつのね、ステリアングね。あとまあこれに合わせてルネッサンスもありますね。ちょっとね、まだベリーヤングとオールモストゼアはねまだ買えてないので買わなきゃと思ってて、まあまだちょっと後回しになっちゃってるんですけど、まあその辺とかもね、おいおい集めていこうかなと思ってるんですけど、まあ、アードベックが、まあ新生アードベックになってね、1997年、グレモオレンジ社が買収してからの新生アードベックになってから、アードベック10が作られるまでの10年間の道のりっていうものを表現していくようなボトルになってるんですけど、まあそれに、まあ、ベリーヤングが6年熟成、ステリヤングが8年熟成、で、オールモステゼアが9年熟成で、ルネッサンスが10年熟成。で、全部カスクストレングスのボトリングになりますね。っていう、まあ、アドベック10年までの道なりをね、楽しめるような、面白いボトリングになってます。まあ、かなりね、ピーティーで、度数も強いので、本当にね、バチバチなのが好きな方にはおすすめなしになってますね。で、あ、これもこの前買ったですね。ローラーコースター。こちら。アドベックのローラーコースターですね。こちらは、まあ、アドベックが、
グレーム・オレンジ社に買収されてから1997年から2006年までに蒸留した原酒を、混ぜ合わせたウイスキーになってますね。で、これはコミッティ限定なんで、まあもちろん日本にも入ってきた日本に発売のものなんですけど、コミッティが発足されてから10周年、コミッティ10周年記念のボトルになります。今年のアウトベックブラックに関してはコミッティ20周年のボトルじゃないですか。こちらはコミッティ10周年のボトルなんですね。10周年、20周年。これもね、なかなか、もうかなり激レアなウイスキーなんでね。ちょっと高いですけどね。まあよかったら、飲んでみてください。じゃあ、アドベックのキルダルトですね。キルダルト。僕、このキルダルトね、すごい大好きなんですよ。これはですね、2014年かなに、アドベック蒸留所限定で発売されたウイスキーですね。まあ、まずバーボンダルとシェリーダル混ぜ合わせて作ってるウイスキーなんですけど、非常に上品で、ちょっとね、ポートエレンみたいな味がしますね。ポートエレン飲むよりは全然安く飲めるんで。まあ、ポートエレンを、のような味を知りたかったらね、キルダルトいいんじゃないかなと思います。非常に上品で、優しいウイスキーですのでね。80年代ね、のポートエレンを連想するかのような優しい味わいが楽しめます。あ、こちら。これは去年出たスーパーノヴァですね。2019年リリースのスーパーノヴァ。まあ、こちらも 100ppm です。これも美味しかったですね。ただやっぱファーストリリースの方がね、個人的には美味しいですかね。まあ、麦芽の深み、甘さとかが全然違うんですよ。いい子ですね。こちら、アウトベックのダークコーブですね。こちらは2016年のアウトベックデーのボトルですね。こちらですね、まあダークシリーと言われるね、ボールで熟成させてるアウトベックなんですけど、まあダークシリーの詳細はね、ちょっとわかんないですよ。すいません。ただ、非常に甘口な、どっしりとしたタイプのアウトベックになってます。まあ、それこそ、アウトベック史上、最も甘口シェリー感が強いものが、まあ、ダークコーブかなと思います。まあ、それこそ、アウトベックデーの中の商品の中でも、結構ダントツで人気が高いボトルなんじゃないでしょうか、ダークコーブ。僕もすごく大好きですね。非常に甘い。まあ、ちょっともったいないですけど、ロックとかでね、飲むのもありかなとは思いますね。かなり甘いので。甘臭い系、本当に。で、続いてですね、こちらアードベックのパーペチューンですね。はい、こちらアードベックパーペチューン、まあ。こちらはですね、2015年、アードベック200周年記念的に出されたアードベックの、まあ、アードベックデーのボトルですね。アードベック1815年創業なので、2015年が200周年ということで、まあ、それの記念で出されたパーペチューンになりますね。永遠というね、意味なんですけれど。かっこいいですよね。これもまあ、キルダルトンと結構似てて、バーボンダルとシェリーダルの、ブレンドになりますね。こちらもかなり上品で甘口なタイプのウイスキーですが、まあ、個人的にはキルダルトンの方が美味しいかなと思います。ただまあ、すごいね、僕、アードベックデーの中では一番ちょっと思い入れのあるウイスキーです。ね、かっこいいですね。まあ、じゃあもう最後ですよ。最後がこちら、アードベックの21サムシングの23年ですね。まあ、こちらはですね、22年と23年出てるんですけど、こっちは23年の方ですね。23年の方が今は手に入んないですかね。まあ、こちらはですね、94年蒸留のアードベックになってます。まあ、もちろんさっきのアリーナビーストの時にも言ったんですけど、90年前半のアードベックは非常にマスカットの味わいが強い。アリーナビーストよりもさらに熟成もね、長くて、よりね、本当に優しいマスカットとね、本当熟成によって優しくなったピートっていうのがね、味わえる。非常に美味しいウイスキーです。これ、めっちゃ高いです。これも10万ちょいぐらいしましたね、買った時。非常に美味しいウイスキーです。20サムシングね。まあ本当にね、結構高いので、まあ、気軽におすすめができる、金額帯ではないんですけれども、まあもしね、90年代で、しかも20年オーバーのアードベックの原酒が飲みたいなと思ったらね、まあ、これ一択なのでね。まあアードベックって、まあボトラーカラーもね、ちょくちょく出てて、まあ90年代のアードベックは、結構ね、前まではボトラーリリースとかもちょくちょくあったんですけど、アードベックはね、オフィシャルが一番うまいっすね。ボトラーはね、叶わないです、アードベックに。
あの、どのボトラーのアドベックを飲んでもね、やっぱりオフィシャルが出してる本気のもの、いやね、叶わないですね。まあ、さすがオフィシャルなところはありますよ、やっぱり、アドベックは。まあ、そんなわけで、これが以上ですね。以上、80万円分のアドベックでした。ということで、まあ、あのな、20サムシングがね、ラストでしたけど。まあ、90年代のね、アドベックは本当に不安定で、それこそラフロイグの職人が、アドベックのね、現象を作ったりとか、人手がいなさすぎてね、てかもう、あの、全然、アドベック蒸留所としてちゃんと稼働してなかったので、本当ラフロイグの職人が作ったりとか、してたりとか、本当にもう、超不安定なね、時期の原種でもあるので、やっぱかなりね、生産、数もね、非常に少なかったので、今に比べて全然少なかったので、だからこそレアリティも高かったりするんですよ。幻のね、90年代前半、あと80年原種のね、アドベックとかもありますのでね、ちょっと高いですけど、よかったら、飲んでみてくださいってことで、非常に高いのがね、いくつかあるんですけど、まあ、あの、それこそね、前回ね、オークションで落札した、ロード・オブ・ジャイルズ、20万ね、ウイスキー。あれが届いたらね、まあ、またそれはそれで紹介しますので、それが入ったらね、100万円になるってやばくないですか？アドベックのコレクション、総額が。お金、ないよね。まあ、そんだけね、まあ大好きだってことであって、まあ好きなことにはね、お金使えますよ、いくらでも。そんなわけなのでね、うちのアドベックコレクションはこんな感じでした。というわけで、この動画ね、楽しかったよとかね、少しでも参考になったよって方、いましたらぜひぜひチャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。あとインスタグラムの方もね、お店のインスタグラムやってますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。